武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは学習院大学の国語の古文の勉強について話していきたいと思います。古文ですが、割とここの古文はですね、知識系の問題の比重が非常に高く、あまり読解は求められないような形式となっています。単語や文法、そして敬語だったり歴史的仮名遣い、あとはまあ内容をもとにの、記述、まあ、1文字とかの記述問題だったりとかっていう形ですね、まあ、そういうもの、あとは文学史が、出題されています。なのでまあ基本的にはその読解の練習以上にですね、基礎知識の取りこぼしがちゃんとないようにしておく、まあ、助動詞のとか敬語あたりの暗記だったり、単語の意味、しっかり覚え直したりとかですね、まあ、だって単語に関してはある程度文脈判断の部分も、伴ってくるケースが、ありますので、ここに関しては、基礎的な文章はしっかり読めるようにしておきましょう。文そのものの難易度が高いというわけではないので、そこはまあ古文上達基礎編などですね、しっかりやっておいて、まあ、余裕があればマーチレベルまでしっかり進めておいてほしいですが、まあちょっと古文があんまり回す時間がないなっていう場合だったら、最悪日大レベルまででもいいので、その代わり、基礎知識の取りこぼしは絶対ないようにしておきましょう。で、文学史に関しては、ルート通り、しっかりこなしていれば、読み解き古文単語で、有名作品全部出てくるんで、そこで覚えきれちゃうとは思うんですが、日大レベルまでしか進めない場合とか、文学史一応ちょっとやっておきたいなっていう場合だったら、スピード攻略文学史 Z 回のですね、こちらなどで対策しておいて、短時間で終わらせられるようにしておきましょう。ここの問題で取りこぼす可能性があるとしたら、おそらく文法事項とかの暗記が不十分である可能性が高いとは思いますので、そういった部分のミスはしっかりしないようにですね、基礎知識の徹底をぜひ心がけるようにしてください。以上が学習院大学の古文の勉強となります。